久保さん、ちょっと借金の利点にしましょうか。まあね、借金ね、みんなね、良くないって思ってますけど、いや僕もね、き、あの、鹿児島で独立当時は、あの、借金があるって言えなかったですね。で、特に本当に記憶に覚えてるのが、セミナーの休憩中にお客さんに、いや、吉いさん、いくら貯め込んでんすかみたいな。<laughs> いくら貯め込んでんすかみたいな。いくら持ってんすかみたいなね。 あの、ご想像にお任せします。<laughs> みたいなね。<laughs> 華麗にスルーしときましたけど。でもね、まあ言えなかったですね。なんか偉そうにセミナーしてる講師がね、借金まみれでね、今借金毎月返済してますよなんてんま、まあ口が裂けても、まあまあと、最初は言えなかったですよ。なんだけども、あの、いろんな僕アンケート取りまくってるんですよね。で、アンケート取りまくってて、まあ借金が辛いです、借金が辛いですって来るわけですよ。 いや、俺も借金あんねん。めっちゃ辛いよ、と。もう必死で頑張ってるやん。毎月商品売って、みたいな。ないろんなことやって、毎月商品売ってるやん、と。手を返しなおかい、なんとか商品売ってるよ、と。この少ない再生数でも、借金返すために。なんでやらんの、と。じゃプチンって切れて。いや、俺も借金あるし、も、ま、う、あ、ぶっちゃけ、あなたたちよりね、あなたたちより借金まあまああるぞ、と。<laughs> だから頑張ってんだ、っていうね。ちょっと切れて。でもやんないわけじゃないですか。やんないんで。 言ったんですよね。借金ありますって、実は。で、アンケートでこういう回答来たけど、いや、僕も借金許可してきましたよ、みたいな。で、そっからすげえ、めちゃくちゃ楽になりましたね。で、それを告白して、じゃあ、どうなったかっていうと、まあ、ぶっちゃけ売り上げ上がりましたね。<laughs> 売り上げ上がりました。<laughs> 前は、まあ、借金あるやつから買わねえだろうなと思ってたんですけど、まあ、奥坊さんが言う共感ですよね。あ、吉谷さんも実はそうだったんだっていう、 共感をそこで僕は得て。で、今はね、それを話しすぎてるんで、もう共感にならない。ちょっと薄まったかなと思うんですけど。でも、使いますよ。うん、借金の話は。今はもう、正々堂々と借金の話をして。だから知らない人はね、もう昔からその話をしたのはもう5、6年前なんで、昔から僕を知ってる人は、また吉田の借金の話かみたいになるけれども、最近来た人は、僕が借金持ってる人は知らないんですよ。 だから、まあ、新規のお客さんには、まあ、共感得られますね。そう。だから、ずっと使いますけど。いや、僕も借金ありましたよ、みたいな。うん、ずっとこれは使いますね。うん。ただ、まあ、前からいる人からすると、なんかもう、あまり響かなくなってると思いますけど。うん。そう。だからね、借金もね、使い方次第ですね。うん、使い方次第で、なかなか取れない共感っていう、共感取るの方が難しいですからね、結構。うーん。 それを簡単に共感を得られるマジックっすね。いや、僕も借金ありますけど頑張りましたよ、みたいな。そう。だから頑張りましょうっていう。なんかもう、なんか、スッと入りやすいじゃないですか。いや、僕も借金あってもう毎月あの返済きついっすよ、みたいな。無人君行きましたよ、と。アコム行きましたよ、と。ね <laughs> アイフル行きましたよ、と。プロミス行きましたよ、っていうね。ね <laughs> 今はね、借金が利点になってますね。当時は利点になるとは思わなかったんですけど。ただですよ。ただこれは僕は一応結果を出してきてるんで言えるんですよ。結果も何もないのに借金だらけですだけだと、まあ、ちょっときついですね。ただ、やり、やりようによっちゃはそれもまた武器にで,できるんですよ。だからこれユーチューバーで借金でハゲですっていう人がいるんですよ。なんだっけな。もうシャチャンネル名変わってるかな。 若ハゲの生き様、ま。若ハゲの生き様、ま。2700万借金返済ストーリーです。チャンネル登録13万人います。このチャンネル名変わってないな。はい、若ハゲの生き様、ま。2700万借金返済ストーリーです。はい、で一番回してるのが、この169万回回して、2年前にね、169万回してるやつがあります。月1の贅沢です。月1回の。ハゲてて、借金2700万ある男が、 1> 月1回だけ贅沢する。じゃあその贅沢なんやねんっていう発信。169万回回してます。はい、あと借金2700万の男のリアル。借金男の工場勤務の1日。仕事ルーティン。これも103万回回してます。だから使い方によってはね、借金があったとしても、そのまあ、それをどう見せるかによってアクセスを稼ぐこともできますね。 うん。だからこれ100万回回してるんで、多分広告収入2、30万はこの1本あたりでいってるとは思いますけどね、100まあ、広告なんかちょっとわかんないんで、なんとも言えないですけど。でも100万回回せば2、30万はいってんじゃないですか最低でも。うん。どうすか借金ありますっていうね。それをどう見せるかによって、まあ、お金になっちゃうっていうね。だから2、30万って言ったら、1ヶ月分の給料に相当しますよね、普通の一般の。うん。 そうあ。まあ使い方次第ですね、本当に。いってらっしゃい。